スケートボード女子ストリートに出場する吉澤ココ選手です。パレオリンピックでは、勝負相手は自分と思って 120% の力を出して滑り切りたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。本日は、私たちのためにご公開に来てくださりありがとうございます。3回目のオリンピックとなりますが、まだメダルを獲得することができていませんので、相模原を背負って、パリで、野球をしていきたいと思います。大会は、8月の6、7、8の3日間ですので、ぜひ応援よろしくお願いします。人生ラグビー日本代表の吉井花子です。チームの目標であるメダル獲得に貢献できるように自分らしく頑張りたいと思います。応援よろしくお願いいたします。選手村でも。